九州市八幡東区の花尾小学校で行われた夢の授業。先生を務めたのは元プロ体操選手で世界の舞台で頂点を極めた内村航平さんです。今日は小学4年生のクラスに鉄棒の逆上がりを指導しますが、まずは先生の実力を児童らに披露します。北九州市生まれの内村さんはオリンピックに4度出場し、個人総合では2大会連続で金メダルを獲得しました。去年現役を引退し、今は北九州市のスポーツ大使を務めています。もうちょい、ここも、このボール蹴る、ここにあるボール蹴る。あ、できるできる。授業を行った4年生のクラスはおよそ半分の児童が逆上がりができません。こうやって、せーの、地面を蹴る。そう。内村さんは児童一人一人に声をかけ、両手の幅や地面を思い切り蹴ることなど逆上がりのコツを分かりやすく教えます。授業を始めてからおよそ30分後、諦めずに挑戦し続けた児童は、嬉しかった。足の位置とか、その手の幅とか、一人一人の回り方の特徴を気にして教えてくれていたので、すごいなと思いました。今日の授業は内村さんを一目見ようと保護者も見学に訪れました。コロナの間に公園が閉鎖されているところもあって、運動能力が落ちている子どもたちの今の学年だから、すごくいい企画だなと思って、私も教えてもらいたいです。夢の授業はおととし北九州市で開催された世界体操をきっかけに市が主催したもので、内村さんは来年2月頃にもこの小学校を訪れる予定です。できなかったことができるっていう喜びっていうのを改めて感じさせられたというか、あの気持ちを忘れずに、いろんなことにつなげていってほしいなっていうのを思いました。体操界のレジェンドから直接指導を受けた子どもたち、挑戦することの大切さはしっかりと伝わったようです。